疲れです。よしみです。今回は、ミニトマトを使った、料理ですね。を一品ちょっとやっていきたいと思います。今回はミニトマトを、甘酢に漬けた、酢の物ですね。酢の物を、やっていきたいと思います。トマトって言えばやっぱりそうですよね。すごい栄養素が一個ありますよね。そう、リコピンなんですよ。もうリコピン最強ですよね。抗酸化作用でしたっけ？抗酸化作用がすごくて、要は老化の原因になる活性酸素、あれを全部やっつけちゃってくれるんですよね。トマトの成分であるカロテノイドの一種のそのリコピンとベータカロテンですよね。それがもう抗酸化作用がすごくて、もう要は老化の原因である、活性酸素をもうやっつけちゃってくれるんですよね。それがビタミン E の100倍っていうからすごいですよね。もう不老不死の薬って感じですよね。トマトにはビタミン C なんかも多くて、お肌のトラブルですよね。お肌のトラブルとか美肌効果にもすごい効くって言いますよね。でミニトマトのいいところはもう手軽に生でもういつでもどこでも簡単に言うと食べれるっていう、おつまみにパクッといっちゃいますよね。やっぱそんなすごいリコピンでもやっぱいっぱい吸収するには油と一緒に食べるとか加熱して食べた方がいいってよく言われてますよね。ミニトマトは天ぷらも最高ですよ。天ぷら美味しいし、串焼きにして上がりにやっぱちょっとオリーブ油でもパッとかけて食べると焼きトマトなんてめちゃくちゃ美味しいですよね。そんな、今回はミニトマトで、甘酢漬けをちょっとやっていきたいと思います。では早速、やっていきたいと思います。よろしくです。はい、それではこちらのミニトマトのヘタを切っていきたいと思います。はい、ヘタを切っていきます。で、お湯に入れた時皮が剥きやすいように一箇所だけでいいのでちょっとでいいです。傷をつけておきます。あと切ったトマトを湯むきしていきます。はい、甘酢を作っていきます。じゃあお水ですね。お水と、はい、酢入れます。はい、こちらお砂糖ですね。こちらで一回火にかけて砂糖を煮溶かします。自分は、酢を最初から入れて、酢も一緒に火にかけて、ちょっとまろやかにさしてます。あと酢が強い方がいい場合は、ですね、砂糖と水を溶かして、まあ、最後火を消してから酢を入れると、酢のツンとした感じが残ります。はい、ではですね、こちら、お湯が沸いたところに先ほどのトマトですね、こちら入れていきます。はい、大体そうですね、5秒くらい入れると、皮がこういうふうにめくれてくるので、そしたらすぐ氷水に落としていきます。こちらですね、先ほどのキッパ入れたとこから皮が勝手に剥がれていきます。はい、このように簡単に皮が剥がれてきます。はい、ではトマトを入れていきます。1、2、3、4、5、だいたい5秒くらい入れると切り口入れたところが、ちょっとめくれてきますんで、そしたら氷水入れていきます。こちらですね、もう皮がすぐむけます。はい、だいたい5秒くらいです。はい、そしたらですね、こちらですね、めくれたところから皮を剥いていきます。はい、こんな感じですね。はい、
もう簡単にめくれるので、お湯にちょっと入れすぎちゃうと、あの剥いた時表面がペロッと溶けちゃうので、あの皮が本当にめくれればすぐ皮だけ剥けるので、はい、はい、トマトですね、こちらを、甘酢につけていきたいと思います。甘酢を入れてきます。はい、これでだいたい漬け込んで、そうですね、あのだいたい1日くらいはちょっと置いた方が味がしっかり染み込むと思います。ここに、柑橘類とかレモンのスライスとかちょっと何か入れると、あの風味もついたりするんで、まあ、それはお好みでやってみてください。はい、ラップで落とし蓋を、表面がつかるようにラップをちょっと落としておきます。よいしょ。はい、こちらで1日ちょっと待ちます。そしたらですね、トマトが1日経ったので盛り付けていきたいと思います。今回は甘酢だけでやったので、あれなんですけど、一緒にレモンのスライスとか入れて漬け込んでも、香り付けとかなって美味しく仕上がります。はい、こちらで、トマトですね、ミニトマトの、甘酢漬けになります。こちら完成になります。はい、では実食します。はい、ではこちらのトマトの甘酢漬け食べていきたいと思います。いただきます。やっぱ甘酢に丸一日漬けてるので、食べた後の酸味っていうんですか、酢の物好きな人にはすごいおすすめですね。ですごいさっぱり仕上がってるので、何かこうくどいものを食べた時の後さっぱりさせたい時にもうすごい箸集めとかにぴったりだと思います。酸味のある酢の物のトマトなんて本当ちょうどいいと思いますね。冷たくて美味しいです。いただきます。